はい、こんにちは、文房具大好きおじさんです。今回はプチデビューということでボールペンご紹介いたします。私が持っているボールペンだったり万年筆ですね、徐々に紹介していこうと思います。後ろにありますようにね、ストックというかね、結構使っているのありますので順番に紹介していきます。今までも万年筆ボールペン紹介してきましたけれども、結構他にも紹介してという声が多かったり、こういった文房具の視聴回数ってなかなか多くてね、こういったものでも皆さん興味あるんだなということで、せっかくなのでね、紹介していきたいと思います。今回は超有名なジェットストリームです。三菱鉛筆の油性ボールペン、ジェットストリームプライムというワンランク上のプライムシリーズのご紹介です。その中でもインクが 0.7mm、 カラーがこれ白に見えますがパールホワイトです。 SKY3000-07 というモデルです。これ定価というか希望価格は3000円ですけれども、今 Amazon ではだいたい2000円ぐらいで販売されております。ジェットストリームプライムと言いまして、通常のジェットストリームのボールペンよりもこの軸の品質が一段とレベルアップというかクオリティアップしていますので、ビジネスの場でも十分使えるクオリティに仕上がっています。こちら1年以上使った状態ですけれども、順番に見ていきましょう。まずこのクリップの部分です。非常に綺麗なクリップで適度なホールド力がありまして、このね、質感も十分ですね。このクリップ特に傷んだり傷がついたりということもありません。普通に手帳に挟んで使っていましたので、特にね、丁寧に扱っていたという感じではないんですけれども、このように塗装の部分、本体の部分も特に塗装の剥がれ、欠け等もなく綺麗な状態のままです。このようにジェットストリームというロゴの表記もかすれたりはしておりません。非常に分かりにくいですけれども、本体はホワイトパールということで、よく見るとね、パール、まあちょっとね、ラメが入ったような感じと、あと色がね、微妙に変化するような感じがあります。これはなかなかね、実際見てみないとこのように動画でもね、お伝えするのは難しい感じですね。このようにアップにしてますけれども、ちょっとこのパール感っていうのを少し伝えるのが、難しい状態ですけれども、どうでしょうか。ペン先はこのように先の部分が一部黒くなっています。このボールペンは本体の軸、そして先端の部分も真鍮に塗装がしてあります。そしてクリップの部分はメッキがされているんですけれども、1年以上ガンガンと使っていますが、このように塗装が剥げたりメッキが剥げたりというのが全くありません。非常に綺麗な状態で使っています。このことからもこの本体の耐久性というのはかなりあるなというふうに感じました。さすが日本製だなと思わせるぐらいしっかりと塗装がされていて、使っていっても剥げることなく、本体に傷もね、全然入っていないので、この軸に対しての品質っていうのはとてもいいなと思います。このように先端の部分はこんな感じですね。このようになっています。そしてリフィルですけれども、ジェットストリームインクということで、もうね、これは定番ですね。かなり滑らかな、使い勝手いいインクが搭載されていますし、まずこの軸自体ね、とても高品質で、しっかりとした重みがあるペンになっています。一部のレビューでは重すぎるという風なレビューありましたけれども、こういった高級感とね、重さっていうのはやっぱりね、重い、ずっしりとくる、ずっしりというほどでもないですけれども、若干重い方がね、高級だなという感じも増しますので、適度な重さだと感じております。この軸自体もブレずにしっかりと作られているなという風な感じをいたします。そしてこのジェットストリームのリフィルですけれども、こちら SXR600-07 というこのインクです。今回こちらのモデルは 0.7 ということで、 0.7mm のボールペンです。このように軸自体とてもね、しっかりと作られていますので、品質感についてはいいです。レビューの中で特に気になるレビューっていうのは、まあ、悪い目のレビューっていうのは、こういった軸がね、ちょっと重いっていうところであったり、あとはまあ梱包が悪いとかね、そういうのはね、ありますけれども、本体自体はね、結構レビュー自体も高評価です。そして私自身はこのペンをね、実際仕事で使ってますけれども、全く不満点なくね、サラサラと書けて十分な機能を果たしてくれているなというふうに思います。ペンはこのように回転式の繰り出しタイプですけれども、これがね、適度なトルク感があって、ヌメッという感じで、この辺りのね、出方、この静かさっていうのも、もうカチャカチャとすることはね、全くありませんので、こういったところもね、こだわられているなというように感じます。
このね、まあ感じ方によってはね、ちょっと重いと思う方もいらっしゃるかと思いますけれども、このね適度なヌメッと感は非常にいいなというふうに私はね特に好印象のポイントの一つです。そして持った感じですけれども、ちょっとね滑る感じはあります。このグリップの部分がね、この黒い部分が若干滑りにくくはなってるんですけれども、持つ部分がねここまで先端は私持ちませんので、ここら辺持つとすると少しね滑る感じはあります。グリップ力という観点ではね、そこまで、ここラバーの素材があるわけではありませんので、そこまで強くないんですけれども、まあね滑り落ちたりはしてきません。適度な重さがあることで、しっかりとこのね手の人差し指の根元の部分に乗りますので、まあ、この辺りはね特に書いていてツルツル滑ったり落っことしそうになったりっていうのはありませんでした。重心はだいたいこのぐらいです。まあ、本当にね真ん中ら辺という感じですね。この辺りですので、ちょうど持った時に、この辺りかな、はい、ここら辺に来ますので、まあ、後ろ寄りというよりは若干前寄りな感じなので、こう後ろにのけぞったりするような感じはありません。この辺りの重心も偏らずに適度な感じでいいかなと思います。ではちょっと書いてみました。汚い字でねすいませんけど、ジェットストリームインクでとても滑らかです。質感もこのように良いペンとなっていますので、ビジネスにも最適ですね。ちょっとね書いていて滑らかすぎる感じはあるなと思いました。かなりスルスルと書けますので、こう文字がねこう定まらない感じというかね、少し摩擦というか引っかかりがある方がなんか綺麗に書ける感じって分かりますかね。なんでしょうね、文字が整うというかね、なんかそういう感じがあるので、もう本当滑らかなので、少しのブレも、全部拾う感じですね。とどまらないというか、こう間違えそうでもそこの部分も拾ってしまうという感じはありますので、まあ、このあたりは、一長一短あるかなと思います。それぐらい滑らかなインクですので、スラスラと引っかかりなく書きたいという方はね、おすすめできます。あと油性ペンですけれども、ところどころ書き始めとかはね、このようにダマになる部分が少しはあります。書いてる途中はいいんですけどね、書き始めとか、はい、このようにねちょっと角度が斜め向いていたりすると、少しインクだまりができるところはあります。これはまあどちらかというとこのペン本体というよりはインクの特性だと思いますけれども、まあ、水性よりもね油性の方がそういった度合いは少し強いのかなと思います。まあ、いろいろと書きましたけれども、総じてこのインクとこのペン軸の質感良いかなと。2000円程度実売で購入できるボールペンと考えればね十分なんじゃないかなというふうに思いました。ということで今回は三菱鉛筆のジェットストリームプライム 0.7 のパールホワイトご紹介いたしました。他にも様々なカラーがラインナップされてますので、別の色もね購入してます。そちらは次回ご紹介したいと思います。では今後ボールペン動画も順次出していきますので、ご視聴いただけますと幸いです。今回も見てくださりどうもありがとうございました。